以前ですね、ちょっとやりましょうと言っていた、まあたいちょっとやるやる詐欺になることがすごく多いんですが、えー、っと、まあ本当はちょっと会計の、何でしょうね、まあ帳簿の見方みたいな、帳簿の見方、まあ決算単身の見方ってことになったんですが結局私の中では決算。決算単身の読み方をですね、今回から、えー、シリーズ化をしていこうじゃないかってことで、 あの、やってみると、なかなか、なんでしょうね、じっくり見ていくと結構時間がかかりますんで、まあ、あの、何回かに分けて、結構な回数になると思います。ちょっとずつですね、あの、ちゃんと決算短子の、こういう、ここはこういうことなんだっていうところですね、しっかり見ていこうじゃないか。多分、まあ、なんとなく、こう、決算短子見て、まあ、大体意味はわかるよっていう感じだったりとか、 なんか、あの、ダイヤモンドとかにさっと見方が書いてあったりとかですね、そんな感じで、えー、見ることはあると思うんですが、まあ、どれがどういう意味なんだっていうことをちょっとちゃんと見る機会っていうのをここでしっかり作ろうかなと思いましてですね、えー、今回やってみました。 で決算端子まあ十数ページとかあったりしますけど、とりあえず今回、えー、1枚目の P ヘル項目の営業利益までということでですね、まあ、あの小刻みに、ねえー、見ていこうかなと思います、ね、まあまず、ね、資料の方見ていきましょう、はい。ということでですね、資料をですね作って一回、本当はこれを収録したんですけど、ちょっとその内容じゃ分かんないなって。 と思ってですねちょっとちゃんと資料を、えー、もう一回作り直してですねやってみたいということでで結構な長編になるんじゃないかと思てちゃんとやっていきますんであの一、ー、個一個、えー、しっかり見ていこうかなと思いますなので えー、シリーズものとして、まず、もう本当に全然進まないですけど、ちょっとずつね、しっかり見ていこうかなと思います。で、えー、一番最初のページ、決算短信の一番最初のページの、まあ、あの、PL 項目が一番上に、一番上とか真ん中あたりに載ってるんですが、そこの営業利益の部分ぐらいまで今日は見ていこうかなと思ってます。まあ、あの、結構資料作るの時間かかりますんで、気長にお待ちください。 えー、ということで、まず決算単身とはっていう話から見ていきたいと思います。決算単身ですね。よくあの、えっと、明日はこれを買えとかの動画の中で、えー、見ていると思うんですけど、注目決算どうだったかっていうところで。で決算単身。えー、これは、証券取引所、各証券取引所、東、ま、証、あ、なり、えー、な、名古屋なり、 札幌なり福岡なりが上場企業に対して提出を求めている決算書類ですあくまでその取引上ベースの話なので法律上の話ではありません決算端信で、えー、投資家のため迅速性を求めた書類になってます そこが有価証券報告書とは違うところなんですね。で、あっちは金融商品取引法に基づいて、えー、何日までに提出しなさい。で、金融庁に出しなさい。みたいな形の書類で、正確性と、で、あと、まあ、こういう内容が載ってなきゃいけないとかっていうのは、すごく細かく決まってる、まあ、決算出臣もある程度決まってるんですが、えー、どっちかっていうと、その有価証券報告書と比べると、早く、えー、投資家に情報を開示してねっていう書類になってます。っていうことがありまして、 えー、期末の決算端子については基本的に45日以内に作成公表をしなければなりません。で、期末後50日を超える場合はその理由と、えー、あと今後どうしていくかみたいなことの開示が必要だったりしています。で、期末だけ、まあ、あの、四半期ごとにこれ決算端子出されるんですが、じゃあ他の、第1クォーター、第2クォータ,ー,ター、ま、上期、第3クォーターどうなのかと,と四半期決算端子は特に期限は一応定められてはいません。30日以内が、 えー、望ましいとかっていう風には言われてますが、適切かか、えー、とか言われてますが、四半期決算単も一応期限はありません。まあだ、でも大体45日以内に出されるかなと思いますけれどもね。で、四半期報告書っていうのが、その、だ各四半期の、えー、 四半期,期末の45日以内に、えー、市販局長金融庁に提出しなければならないっていうのがあるんで、えー、それがあるんだったらまあ決算単身の方は期限は設けなくてもいいやっていうようなことになっています、まあ、この辺別に知らなくてもいいっちゃいいんですが、まあ、とにかくまあ単身短いえ発信ですから、えー、ますぐ出す書類なんだよっていうことを念頭に置いていただくとだからあの監査法人の監査とかもいらないんだね っていうことだったりしますで、えー、早速中身を見ていきましょう。えっ、ー、と、一つ例として、いろいろ見ていたんですが、えー、セブンアイにしてみました。ちょっとこれはこれでややこしいんですけどね。で、の、で決算端子の1ページ目の上の方だけ、上から半分ぐらいだけ、えー、一応引っ張ってきました、ね。これを細かく見ていこうじゃないかということであります。 で2019年2月期の第2四半期、紙、まあ、期ってことですね、の決算短信ですで、えーと。まずはここの一番上の部分、会社のまあ基礎情報が書いてあったりとかするところなんですが、注目したいのはまあここぐらいかな。 っていう感じですあとは会社名とかですね、こうえー、証券コード、代表取締役がこれだとか、ね、ですね、この書類の責任者はこの人だとかですね、で、報告書,書、市販機報告書、金融庁に出すやつの提出予定名がこの日、で、配当支払い開始予定名がこの日とかですね、であと、説明会があるのかとか、あと、これ、決算達し以外に、そのパワーポーで作ったような、 えー、決算説明資料があるのかかかどうかとかっていで、これがあと、えー作、作成日々ですね。あと、上場取引所。セブンナンの場合は、東証だけですが、まあ、他にも名称にも同時に上場したりとか、札幌にも一緒に上場している銘柄もありますんで、そ,そ,の,その場合は、東とか名古屋の名とかですね、札とか書いてあったりします。で、ポイントは一応ここだけ、日本基準というふうに書いてあります。 何かの動画でお話をしましたが、会計基準は大きく3つの方法、3つの基準で採用している会社がそれぞれあります。で、その3つというのは日本基準、セーブンアイの場合は日本基準、日本の会計基準にのっとって、この決算端子を作りました。えー、決算報告書、えー、財務諸表を作りましたということですね。あと、その他、 IFRS, IFRS, IFRS を採用している企業もあります。その場合はここに IFRS, IFRS と大体書いてあります。あとその他、米国基準を採用しているところもあります。ソニーは確か米国基準だったと思いますが。えー、っていうことだったりしますんで、で、基準、 どこの基準を採用しているかによって、いろいろ取り扱いが違う部分があります。前お話しした、まあ、ご覧になっている方がいるかどうかわかりませんが、M&A とかをよくする企業は、IFRS、えー e、IF をよくあ、の方が有利ですんで、有利なことが多いので、i、えー e、f r s の基準にしていたりします。あと、ソニーは結構もう、 アメリカでの製造販売が結構メインな部分も多いので、で、ね、あの、な何度かお話ししておりますが、ソニーは、えー、ドルに対しては円高恩恵銘柄ですので、まあそういうところもあって、米国基準だったりするところもありますです。で、えー、っと、その下ですね、その下の部分、一応ここ1番、 とと書いてあるところ一番の情報は基本的には PL 項目、損益計算書の項目が書いてあります。えー、連結業績と書いてあります。連結は、まあ、企業グループ全体の業績を表しているものであれば連結業績。単体のものであれば単体の業績となります。別に子会社とかないよっていう会社であれば単体の経営成績だけになります。 でもちろん、やっぱりね、ねグループ全体の業績をみんな見たいわけですから、えー、連結の、えー、業績が一番最初に出てくるということですね。で、営業収益、営業利益、経常利益、えー、親会社株主に帰属する市販基準利益ということで、今回の動画では一応この営業利益まで、えー、見ていこうかなと思います。長くなりますんでですね、えー、こ、こま、小出しに、えー、させていただく形にしたいと思います。で、えっ、ー、と、 2段になってます。一番上の方が、まあ、今,今期というか終わった期、直前期の内容になります。2019年2月期の第2四半期、上期ですね。で、その下の段がその前年同期比ということですね。2018年2月期の第2四半期。この上期の成績がどうだったか。で、前期どうだったんだ。で、前期と比べて何パー増えたんだ、減ったんだっていうところがこれで、まあ、パッと見わかるっていうことですね。 で、えっ、ー、と、まあ、そんなことです。冗談が、えー、今期、下段が前期です。まあ、お、あのー、期末だったらもうすでに前期、前々期になりますけどね。ということになります。で、えー、見ていきましょう。営業収益ですね。営業収益。これ、えっ、ー、と、会社によってここが営業収益と書いてあるところと、売上高と書いてあるところがあります。 あんまり違いはないんですけど、まあ、あるっちゃあるんで、一応ちゃんと説明しておきたいなと思います。えー、売上高っていうのは、商品とか製品、作った製品を売った金額です。セブンアイ小売業ですから、基本的には商品を仕入れてきて、ま、おろしなり、どっか商社なりから仕入れてきて販売する。で、その販売した金額。 であと、製造業であれば、自分のところで工場とかで、えー、製品を作って、で、それを売った金額というのが売上高に乗っかってくるということですね。で、営業収益というのは、いろいろちょっと、こう、企業によって捉え方が違ったりする部分,部分もあるんだと思うんですが、基本的には、売上高と無形のサービス、無形サービス。商品、製品じゃなくてサービスで手数料をいただいたみたいな形の売上、収益が営業収益。 このの足したものですす。で営業収益とか売上高に関しては絶対マイナスはありません絶対とかっていうのは言い過ぎなんですが、まあ、これのこの報告決算端子を出すような会社でここがマイナスになるってことはほぼありえないと思います商品を売ってお金を払うってことはないから ってことですねで何かコストがかかったんであれば、ここから引いていって、ここの数字に反映されてくる、営業利益とか、経常利益とかに反映されてくるってことなので、ここは基本プラスの数字になります。で、えー、ここですね、この11.9%、これは前期と比べて前年同期比、ここであれば2018年のこの6か月間、半年間。 とこの2019年の半年間2月期ですので3月から、えー、8月345678そうですね8月までの半年を比べて増えたのか減ったのかでこれ、えー、前年同期から比べて11.9%ここの数字が増えてるんですねでここの数字営業収益とか売上高のところが増えている場合はこれを増収というふうに言っています ここが減ったら減収になります。という感じです。で、えっ、ー、と、ここの数字は基本的に、あの、損益計算書の数字と対応していますので、ちょっと損益計算書を実際見ませんと、お中身がわかりませんので、見ていきたいと思います。 うう計算書の上の上方一部分ですよくはどの部分だっていう方は実際にちょっと開いてみていただくといいと思うんですが、損、え、益、ー、計算書の上の部分の方の一部分です。この下にずら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 いろいろ続いていくんですよ。営業外、えー、収益とか営業外費用とか、えー、特別利益特別損失とかっていうのはその下に続いていくんですが、この一応ここの部分だけ。で、この、えー、に関しては右側が今期、当期。 左側が前年同期比前年同期になりますね。えー、これだと2018年度の第2四半期になります。こっちは2019年度の第2四半期になります。で、営業収益は咲きました。売上高も咲きました。で、売上原減価っていうのは先ほどの数字になかったんですが、これは商品を仕入れたりとか製品を製造するために直接かかった費用です。 セブンアンダー、まあセブンイレブンとかを想像すると、商品を販売するためにはどこかから仕入れなきゃいけないですから、それを仕入れてきたコスト、売上げ減価、仕入れ減価ですね。が、この辺に当たります。 あと、製造業の場合は、工場で作った費用、製品を作るために直接かかった費用、人件費とか、水道光熱費とか、原材料費とか、工場設備の減価償却費みたいなのが、これに当たります。この人件費も、工場の人件費だけです。ここに当てはまるのは。っていう感じが、えー、ざっくり、この売上減価に乗っかってくる数字です。もう あの製造業であれば製品を作るためにこの金額がかかったんだと。もう直接把握できるような費用がこれに当たります。で、えー、売上高から、まあ、後でちょっとまた見ていきますが、売上高から売上原価を引くと、売上総利益というものになります。売上高から売上原価を引いたものを売上総利益と呼ぶんです。で、えー、これを別名、あらりと呼んだりしています。 なんかよく聞くやつですね。あらり。まあ、実際にこれだけ売り上げるためにこれん、この製品を売るためにこんだけの費用がざっくりかかったんだってことを計算するためのものですね。で、売り上げ総利益割る売り上げだか。もうこれどっちの数字を取るかというと微妙なんですけどね。営業収益制度を使っている場合は売り上げ総利益割る売り上げ収益だったりもするんですがで、この数字のことをあらり率と言ったりしています。 で、えっ、ー、と、売上総利益は、ここの数字ですね。売上高を足して、売上原価を引くと、売上総利益になります。計算していただくと、こうなると思います。で、その後、営業収入とか、ーと営業総利益とか、営業収益とか、その上に書いてありますが、これは、で、売上総利益と営業収入、まあ、プラスになったもの。 売上高を足す売上原価をして出した売上総利益と営業収入を足したものが営業総利益になります。逆,の逆に言うとというか何というか、えー、違う言い方を捉え方をすると営業収益から売上原価を引いたものもこれの数字になります。 そっちの方がまあ理解としては正しいのかもしれませんすべ、えー、ての売上の金額から売上にかかったコストを引いて売上げ総利あ営業総利益が出ますという感じですねこのプラスは何だったんでしょう で、あとその後に、ね、販売費及び一般管理費というのが出てきます。あ、で、ちなみに売上総利益はさっきのあの決算短信のところには出てきません。1枚目には出てこないです。で、そこから、えー、販売費及び一般管理費というのがあります。これは製品を販売する、製品、商品を販売するためにかかった費用です。営業員の給料だとか、えー、交際費とか、広告費とかですね、本社の原価償却費とかですね、通信費とか役員報酬。 えーまあ、前半が販売費で後半が一般管理費なんですけど、まあ、別に区別する必要は特にないと思うんで、えー、そんなのが、えー、販売費及び一般管理費、半管費と呼ばれるものですね、まあ、営業活動に、うん、比較的近いコストがここに乗っかってきますで、これはマイナスするわけですね営業総利益からこの辺の費用をマイナスすると営業利益というものが出てきますで、これが さっきの計算端子にも出てたものですね。こちらになります。ですでつまり営業利益っていうのは売上高、まあ、もしくは営業収益から売上原価を引いて、でさらに販売費、販売費及び一般管理費、販管費を引いたものがこの営業利益になります。ですので基本的には あの絶対、まあ、ほぼほぼ絶対 <laughs> ほぼ、ほぼ絶対っていうのもあるんですけど、営業収益とかええ売上高よりも絶対に数字が小さくなります。です。で、えー、とあとは、書くの作るの忘れましたが、営業利益割る営業収益とか売上高で、営業利益率というものを計算したりしますね。 営業利益率とかを重視している企業もあったりしますんで、まあ、それ会社によってまちまちだったりとか、あの業種によっていろいろまちまちなんですが、どこの指標を KPI として重視するかっていうのはあれですか。営業利益率を重視している企業もありますんで、その場合はそういうふうに計算してます。営業利益割る売上高、もしくは営業利益割る売上収益で計算しています。で、あと、こちらですね。ここの数字。これがまた前年同期比と比べた 数字,ですからで数字ですけど、プラス2.6%です。前期前年期比よりも2.6%増えているということですね。でここが増えていれば、営業増益。ここがプラスなら営業増益。ここがマイナスであれば、営業減益となります。前期よりも、えー、利益が減っているんだなということですね。でもう一つ。 ここの数字、ここの数字自体がマイナスだってことももちろんあります。ものすごく広告宣伝費をかけて、今期はもうと、とにかく投資に回したんだ。で、ま、もう、あどんだけ費用がかかってもいいから、売上だ、売上を今後のために売上を増やしたかったんだ、みたいなこともあると思うんですね。で、その場合は、ここがマイナスとなることもあると。マイナスになった場合、ここら営業赤字と呼びます。 プラスの場合は営業利益でいいんですが、えー、マイナスの場合はここ営業赤字になりますということですね。というのが、えー、営業利益のところまでのお話です。 そして、こんなのもあったなと思いまして、久々に、えー、え、SP500 連動、米ドル建て、元本確保型ファンドみたいなのを扱っておりますので、もしご興味あればお声掛けください。毎月200ドルからの積み立て、200ドル以上になりますね。対象資産 S&P で、米ドル建てで元本確保しますよっていう商品になってますんで、えー、マイナス、もし、まあ、今、入りやすいタイミングだと思うんですけど、 もしマイナス、SP500 マイナスになったとしても100%の元本確保できるよっていうような、なんか昔の年金保険みたいな商品です。えー、で、もちろんパフォーマンスが良ければその額を受け取れるし、えー、そうじゃなくても100%は元本確保できるよ。選択方式ちょっと高めではありますが、そういう仕組みなものなので、えー、ご容赦くださいというところですが、なかなかいい商品性になってます。もしご興味ある方いれば、えー、説明書うんぬん。 お送りしたいと思いますので、まあ、もしくは持ってきますので、お声かけください。LINE の公式アカウント、あんまり最近更新してないんで、本当に申し訳ないんですがありますねここの QR コードを読み取っていただければ登録できるかと思います。メルマガも最近全然送ってないんで、そろそろあの私の方も落ち着いてきましたので、再開していきたいと思います。あと、ホスピタリティドットコムで隔月でコラム、今月は、えー、ともう提出したんですが、 えー、キャッシュレス経済みたいな内容を書いたと思います。結構これで、あの、現実的に色々考えている方とか、サービス業、店舗やってる方多いみたいなんで、書いております。まあ何かありましたら、えー、こちらの方まで、えー、いただけたら、あ、Twitter はもうちょっとアカウント変えてしまっているんで、サンシャイン燃料の公式の方に、 送っていただければなと思っております。ちょっと大文字だったかもしれませんが。はい。までお送りください。です。あ、ニコニコ動画ももうちょっと配信しなくなっちゃいましたね。だいぶ。 これを作った時と様子が変わっておりますが、あと執筆講師とかいろいろやっておりますので、なんか勉強、会の講師やってほしいとかですね、セミナーやってほしいとかっていうご依頼もあれば送っていただければなと思います。というわけで、えっ、ー、と、第1回、えー、そう、傑作詩の読み方、営業利益までしかいかないかったですが、まあ、この後、えー、その後営業外費、 収益営業が費用とかですね。じゅまあ、一応、最後の純利益のところまで <laughs> 2回目は行きたいなと思って、まあ、あの、気長に待ってていただければですね、えー、順次、公開していきたいと思いますので、えー、お待ちください。ということで、ご期待ください。ということで、以上、えー、ストックステーション第76回、えー、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。